木場です、今回はですね産休フォーオールボリューム5の取材をですね本日していただきました。僕でこの本は、写真もたくさん載せていただいてるんですが、撮影の方大阪心斎橋のアメリカ村、バハマ跡地とかね、その辺を含めた周辺でやってます。結構ねいい感じの写真だと思うので写真もぜひ見てください。でですね、内容は3万3000人に及ぶ僕の生い立ちから現在に至るまで、ガウル始めたきっかけやどういう気持ちでやってきた、あと幼少時代はこんなだったみたいなことをですね、今回初めて話した話やちょっと喋りたくなかったんじゃないかなみたいなところまで突っ込まれたんで言っちゃいました。なのでですね、ぜひよかったら一度手に取って読んでみてください。でですね、そんな僕たちガーゴイルは9月からはクロービロッカーズというツアーで全国ツアーをイベントツアーしてます。で11月からは、ワンマンで全国ツアーもあります。年内ずっとツアーをやってますので日本全国どこでもガーゴイル見れると思いますので、この本を読んでみてから見るのか、ライブを見るのか、ライブを見てから本を読むのか、どちらの楽しみ方もできると思いますよ。ぜひ、本を読んでガーゴイルも見てください。よろしくお願いします。ではガーゴイルボーカル木場でした。